海外移住されたい方からのご相談です。ウェブマーケティングで稼ぐにはということで、今回ですね、LP についてご相談ですね。LP の作成、LP を作るには、LP の作り方ということですね。LP、まあ、ランディングページですよね。あの皆さんもご覧になっていると思うんですけど、こう縦長のですね、最後にこう価格が出ててボタンがこうあるような、もうずっと長く読ませるやつですね。まあ、他のページに移動しないので、制約が高いというやつなんですけども、まあ、これですね、LP はですね、まあ、一言で言うと、このウェブマーケティングで稼ぐなら、今後はですね、最新の、動向を知っておく必要があります。縦長のはもう読まれないということですね。まあ、とにかくですね、メッセージもですね、内容、コンテンツもですね、サイトもそうなんですけども、動画もまあそうですね、1分ぐらいでこういうふうに撮ってるんですけども、とにかくですね、コンテンツはですね、短期決戦ですね。なので、もう短い LP、すぐにボタンの LP がいいです。